で、先ほどまあ神秘的であるみたいな NF を挙げましたが、はい、さらに不思議なことに女性の理想主義者の方が男性の理想主義者よりも恋愛に投資したロマンチシズムを長く維持できるようだと。一般的に言って肉体関係が完結すると男女ともに NF は相手との絆を深く感じ、その関係が永遠の至福に恵まれると確信する。しかし男性の NF にとっては完結することよりも期待することの方が魅力的であり、完璧で永遠に続くと信じていた愛が日常の厳しい現実の光の中では平凡で不十分なものに思えてくることがあると。そうして肉体的な関係が神秘性を失った後、一部の男性の NF はそこに興味を失い別のファンタジーを追い求めるようになる、はい、未来を見てますからね、はいはいはい、自分の欲望を全て満たし妻であり母であり愛人であり、より大きな女神の夢を追い求めなければならないって想像の中だけで感じるようになると。理想主義者は他の気質と同様、生活にある程度の変化と多様性を求めるが、他の気質の人たち SJ、NT、SP はリズムの調整、旅行、新しい社会的活動やレクリエーション活動、新しい研究分野などを通じて求めることが多いが、この男性の理想主義者は新しい恋愛相手を探すことで変化を求める傾向が最も強く、彼らはロマンスに生きてますから、はいはい、ね、そのため今いる相手を発展させるために必要な努力をするよりも恋愛関係から恋愛関係へ移り変わるという危険に直面すると。ただこの理想主義者 NF の女性はこのような興味の喪失を示すことはあまりない。それどころか肉体関係が完結した後は献身的な態度を強める傾向が高い。彼女っていうのは NF の女性ですね、は献身的になり関係をロマンチックに演出し、その完璧さを信じ続け、小さな取引に深い意味を持たせ、まあ女性の NF もちょっとした仕草で、はい、深い意味をはって、はい、あれはって、はい、なるんでしょうからね。愛を感じる、愛を感じる、はい、ハイブリッドですねはい、あのブレーキでもエネルギーを回生して、はいはい、うん、でこの小さな取引に深い意味を持たせ、伴侶との何気ないやり取りをドラマチックに演出し、この多くの NF のフィクションの登場人物のように愛のために死ぬことも厭わない。彼女は性行為に失望するようなことは滅多にない。彼女の側ではオーガズムの反応は身も心も伴侶に捧げるというより無視な快楽に比べれば二次的なものとみなすことができ、成功の感情的な親密さを探求することで自分を満足させることができると。男性の理想主義者にとっては親密さの結果落ち着かなることがあると。一方女性の理想主義者のこういう後輩、成功のアイデンティティの不可欠な部分は一度だけ一生をかけて恋に落ちるというイメージでもあると。必ずしもうまくいってないからといって、その一度だけ一生の夢愛みたいなのが否定されるわけではないと。女性にとっては、うん、うまくいってなくても、うん、うまくいってなくても愛って感じることができるので、はい、うん、あ、これは私が思った願いかな願い、はい、願った愛なんだ、はい、って思うことができると、はい、なんか、はい、急に心配になってきました。何がですか？ NF の女性、そうですか、騙されてないかと、はい、SP 男性に、いやいや、そうですか、ね、SP を信じちゃダメだよって。 NF 的なのはいいじゃないですか。
女性のね、はい、でなんか男は金にならんのですよ。金にならん、あ、これはなんて言うんでしょう、はい、もう本当女の子はなんか体を大事にしてねって思うわけじゃないですか、はいはいはい、そういう意味です。あ、そういうなんかホスト、あ、そう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 、はい、そうみたいなのを心配してる。もうそう、はい、なんか一晩で300万とかって、はいはい、いやいやいやって、この間もニュースでありましたね、女子高生、あ、沈められちゃいましたか。いや、女子高生が600万、それはあの男子高生は600万にならないですけど、まあその女子高生が体を売って600万じゃないですよ。ん、何を、親のお金とかおばあちゃんのお金、口座からでホストにつぎ込んで、ホストの人が逮捕されてるみたいな。ああ、はい、まあでもそれは、はい、そういう話ですよね。はいはい、親のお金でよかったです、まだ。はい、はい、NF の男性はドンファンになりやすいのかな。なんかまあいろんな理由で男性はそこに行きそうですよね、はい、そこに、そこに、あ、そういう、なんて言うんでしょう、あの渡り歩くみたいな、リビドー、リビドーあるから、結局まあユングではなくフライト、はい、フロントを持ち出すと、はい、そこに行くわけですもんね、はいはい、ユングも愛人は何人もいたみたいですし、はい、インドのガンディも、はい、たくさんいたみたいですし、はいはい、成人はいねえって話ですよね。まあ分かんないですけどね、 SP 的に言えば、 SP 的に言えば分かんないというのは、まあ、そういう文化社会であればって話ですよね。そういう一夫多妻的なのが、まあ、普通日常、あ、なるほど、はい、ここは日本でそういう教育を受けて育ってくると、はい、良くないことだ、はい、になってるけど、はい、フランスでは、はい、フラートっていうのは、はい、親が教えるものだよと、はい、フラートっていうのは恋人、友達以上恋人未満の関係を楽しむのがフラートっていうのがあるみたいです、はいはい、でそうするとそれが悪っていうわけではない。そうですね、はい、よりなんて言うんだろう、まあそうですね、はいなるほど、はい、SJ の人もそれはありますよね。真面目でルールを壊さないっていう SJ ですが、はい、SJ が浮気しないかっていうと、はい、SJ 的な理由でっていうのを考えると、はい、あまり思いつかないんですよね、まあ、タイプとしてはしづらいみたいな話じゃないですか。そう、リビドーを、はい、来た時にどうするかですよね、はい、そうですね、はい、でもまあ責任がとかって思うと、だから社会が許してれば全然するかもしれない。ああ、なるほど、はい、まあ、あとは健全のも健全度の問題ですかね、はい、博愛主義、まあ博愛主義って言っててフランスもたくさん戦争してますからね、はい、可能性を感じられなくなるのは NF は一番恐れるんじゃないですかね、うん、あ、それはそう思います。カーシーもそれを指摘してます、はい、矛盾に生きてるって、はい、はい、だから無理やりにでもファンタジーを作り出すことはあると。なのであの ENFP を読むと、はい、うん、楽観主義者って書かれてるんですね、はいはい、なんかわかる気がします、うん、だって結局何か意味があるって思えば、はい、それで済ませられる、はいはい、何か悪いことが起こった時も明日を見て意味があるんだ、この悪いことには何か意味がある、意味がある、はい、俺は大丈夫、はい、で、ある意味楽観的ですよね、はいはい、これって浮気しないナンバーワンは NT ですよってユング、はい、結構囲ってるんですよ、はい、あいつ、はい、まあ、だから男性はあれですよ、リビドー、男性はね、あ、なチャンスがあれば、リン様が男性か女性かちょっと分かってないんですけど、はいはい、男性だとすると、はい、いやいやって思ってますけどね、はいはい、まあ、あと外交内交の方があるじゃないですか。あ、はい、まあね、はいはい、内交の方が奥手なのでしづらいみたいな、あ、で、うん、しづらいけど、しづらいけど僕あのそういうできるようなのがあれば、はい、その内向の NT でもするだろうって思ってますけどね、はいはいはい、SJ の男性は自分の解消があれば2号さん3号2号さんを3号さんを持ちたいと願ってますねと。なるほど、はい、聞く、まあ本能にはって話ですかね。まあ分かんないですけどね。
なんかね NF はね、はい、カーシーも筆が走ってるので、はい、めちゃページ数が多いんですよ、はいはい、これちょっとなんか不平等じゃないかって思ってるんですけど、はい、ちょっと時間が来てしまいました。 SJ が少ない、 SJ めっちゃ少なかったです、はいはい、多分 NT もまた多いんですよ、はい、多分ご自身のことなので、はい、うん、筆が乗るんだと思います、うん、なので一旦 NF は今日はこの辺で、はい、また来週続けてご紹介したいと思ってます。はい、はい。